不思議なソメラちゃんは、チョボラ、ウニョポミによる日本の4コマ漫画作品。漫画パレットライトボリューム6からボリューム38まで連載された。単行本は、全2巻。2015年4月にテレビアニメ化が発表され、同年10月より12月まで放送された。これに連動して、漫画4コマパレット2015年6月号より4年ぶりの新シリーズとなる。 不思議なソメラちゃんオートクチュールの連載が開始され、2018年7月号まで連載された。野本ソメラは亡き父母より継承された、野本魔法剣の使い手のニートの少女。今日も妹のククルや、友人の天道くらを巻き添えにし、目先の欲望を満たすためのとんでも行動を巻き起こすのであった。パレットオンラインでの人物紹介では、ソメラククルの名字が、 ののぼんと表記されているが、正確には、ののもとである。2015年10月より12月まで、ちょぼら、うにょぽみ劇場新章不思議なソメラちゃんのタイトルで、テレダマ ATX 他にて、5分枠のショートアニメとして放送された。地上波放送では、初回1週間前の同時間帯に、出演声優による宣伝番組、万華鏡を作ってソメラちゃんを、 PR を放送。本作と同じくチョボラ、ウニョポミ原作のアイマイミーとほぼ同じスタッフが再結集し、さらに同作に続いて、向井清太郎がナレーション兼声優として出演するなど、チョボラ、ウニョポミ劇場の新シリーズとして位置づけられている。2015年12月26日に、全12話と TV 未放映エピソードを収録した、ブルーレイ。 DVD が発売された。サブタイトルは、始まってるよ。で、統一。チョボラ、ウニョポミ劇場新章不思議なソメラちゃんに関する、カテゴリー。ありがとうございます。